俺の刀は痛いぜ。ああ俺って最強。この匂い、鬼だ。近くにいる。どこだ、どこから来る。匂いの方向が定まらない。異能の鬼。大丈夫だ、落ち着いて動きを見ろ。修行の時を思い出せ。全集中、水の呼吸。地面から鬼の匂い。まっすぐに前を向け、己を鼓舞しろ。頑張れ炭治郎、頑張れ。一刻も早く帰りたいのに。まずはこの夜を乗り切る。朝日が昇れば鬼は活動できなくなるし、体も休めることができる。そのためには東、最も早く朝日の当たる場所を目指す。頑張ります。鬼の匂いが少しずつ強くなってる。この先に何かある。誰か来た。善逸か。伊之助、無事でよかった。俺の感覚に狂いはねえ。